2023年に入ってから散々言われてきたことだが、ついに高値をつけ続けていた中古車の価格が暴落し始めているようだぜ。つまり中古車バブル崩壊ってやつだな。それって例の中古車屋の大問題も関係しているのかしら？まあ無関係じゃないだろうな。あちこちから聞く話だと、例の中古車屋の店頭からかなりの数の中古車が消えているみたいだから、金策のために中古車オークションへ売っているんだと思うぜ。それじゃ値下がり圧力にはなるわね。ただ月に50万台近くオークションに出品されている全体から見たら、影響はそれほど大きいとは言えないよな。ただ中古車が値崩れしているのは確かだし、これまで不相応な高値だった中古車がお得に手に入れられるチャンスだと言えるぜ。それなら消費者的にはありがたい傾向だよね。噂じゃ乗るためじゃなく転売目的で車を買っていた不心得者もいたようだし、少しは痛い目を見ればいいのよ。そもそも中古車バブルにはいくつかの理由があって発生し、またいくつかの理由があって崩壊するんだが、その理屈を知ってお得な中古車を探すことが損をしないポイントだぜ。そうだよね。中古車バブルもランクルとか一部の車にばかり注目していたから、全体のことはよく知らないかもしれないわ。じゃあ中古車バブルのメカニズムと、これから狙い目の中古車情報について教えてよ。うむ。じゃあ今回は、ついに弾けてしまいそうな中古車バブルの内幕と、狙い目になる高級っぽい中古車について解説するぜ。よろしくお願いね。まず一つ知っておかなきゃならないことがあって、2022年まで顕著だった中古車価格の高騰がなぜ起こったのかと、果たしてそれがバブルと言えるものなのかということだな。価格が暴騰してそれが下落したらバブル崩壊なんじゃないの？基本的に中古車の価格が上昇する理由は、それを欲しがる人に比べて中古車の台数が少ない時に起こるんだが、その意味で言えば少なくとも2022年まではそのような状況だったよな。つまり中古車不足だったってことだよね。なんか中古車が足りなくなる理由ってあったかしら？あまり視野を広げすぎると話が複雑になるから、日本の中古車市場とそこに影響を及ぼすところだけに絞って説明するぜ。まず需要と供給のバランスで供給の方、つまり中古車不足になった原因だな。中古車不足って言うけど、日本で売っている中古車ってどんなところから調達しているのかしら？日本は世界的な自動車メーカーが存在している自動車大国だから、中古車は日本で販売された新車が、ディーラーへの下取りや中古車買取店へ売却することで生まれてくるわけだぜ。それが中古車オークションを通して中古車販売店の仕入れになることが多いよな。なんか大手の中古車販売店って、自社買取で販売するから高価買取します。なんて言ってなかった。そのようなパターンもあるよな。まあ実際にその方が中間マージンを省ける分だけ、高く買ってくれる可能性があったわけだぜ。それはともかく新車のお下がりが中古車だから、新車が潤沢に供給されていないと中古車の供給も滞ることになるのはわかるよな。当然そうなるでしょうね。あ、わかったわ。半導体不足だとか大騒ぎして、新車の生産が随分と遅れていたわよね。そうなんだな。そのきっかけがコロナウイルスが世界中に広がった、俗に言うパンデミックってやつだが、あれが二つの点で大きな影響を与えたよな。あの騒ぎが大きくなったのって2020年のことだったよね。ちょうど半導体が足りないなんてニュースになり始めたのも同じ頃だったわ。コロナ騒ぎは、一つには半導体やその他の部品工場が稼働できなくなるサプライチェーンの混乱を招き、一つにはテレワークの増加による半導体需要の増加をもたらしたんだぜ。思い出したけど、半導体が足りない影響で家電製品なんかも品薄になっていたよね。今でも新車の生産は影響を受けているかもしれないが、あの当時はひどかったからな。新車の生産が遅れたせいで、買い替えなどによる中古車の発生が減ったし、あの時には中古車の需要も高まったからな。コロナが怖くて電車通勤から車通勤に変えた人とかいたよね。コロナの混乱は中古車市場にとってはダブルショックだったんだ。そこに持ってきて2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻なんてあったから、余計サプライチェーンが混乱して、中古車のバブル的高騰はピークを迎えたわけだぜ。理由はともかく、需給バランスが崩れて中古車価格が上がったのは分かったけど、300系のランクルとか最近の新型アルファードなんてバブルなんじゃないの？あれは確かにバブル的というか、完全に投機目的の売買もあったよな。ただあんなもの短期間で弾けるのは必要で、すでに損をしている人がいるはずだぜ。それってどうしてなのよ？だって日本のバブル経済の主役は土地だったわけだが、少なくとも土地は有限だから投機によっても支えきれなくなるまで値段が上がったが、ランクルやアルファードは遅れながらでも商品は供給され続けるからな。だから膨張した価格が維持できなくなるのは時間の問題なのさ。そりゃそうだよね。現在進行形で製造している車だから、新車価格を上回る中古車価格が維持できなくなるのは当然だわ。これが197台しか生産されなかったケンメリ GTR や、337台しか生産されなかったトヨタ2000 GT なんかじゃ、意味合いが全然違うからな。まあそのレベルの希少車だったら、転がすっていうより完全にコレクターズアイテムだからね。中古車市場が高騰していた理由は分かったけど、それが崩れ出した原因は何なの？一番大きな要因は、新車の生産がだいぶ順調になってきたことで、新しく中古車市場へ出回る車が増えたことだな。
一部の超人気車種以外の新車納期がかなり短くなってきているし、その影響は大きいぜ。中古車市場の規模ってあんまり変化がないってことなの。年によって増減はあるが、1年間で300万台から336万台くらいの間で推移しているから、新車製造が本気を出せばかなりの影響があるぜ。何せ生産が停滞していた2022年でも、新車販売台数は約440万台だったからな。バブル経済崩壊の時って、最後に土地や株を持っていた人が泣いたんだろうけど、中古車バブルで貧乏くじを引いたのは最後に高値で買い入れちゃった中古車屋なの。そのパターンが多いと思うぜ。なんかメディアを見ていたら、1600万円で仕入れたベンツ G クラスを泣く泣く100万円引きで売っている中古車屋のネタが出ていたからな。ただうっかり高値で買わされてしまった個人ユーザーもいるはずだぜ。相場のあるものって、本当に買い時が難しいものなのね。それと日本の中古車にとって別にマイナス要素があって、海外に輸出しにくくなっていることも大きなポイントだな。日本って新車だけじゃなく中古車も輸出していたんだ。日本の中古車は、車検制度もあって整備も行き届いているし、故障しにくいから一部海外では人気があるんだぜ。車検で整備って言ったって、例の中古車屋だったら直すどころか壊していたじゃないのよ。まああれは例外なんでしょうけど。例外だと信じたいけどな。ところで最近の数字だと中古車の輸出先で多かったのが、あの絶賛経済制裁中のロシアだったんだ。それもなんとも微妙な抜け穴があったからなんだけどな。経済制裁していたのに中古車の輸出ができてないの。それって大丈夫だったのかしら。2022年4月から輸出規制をかけていたんだが、それは600万円以上の高級モデル限定だったのさ。ところが2023年8月9日から、排気量 1900cc を超えるガソリン車とディーゼル車、すべてのハイブリッド車とプラグインハイブリッド車、電気自動車を禁輸の対象に加えたんだぜ。なんだ、まだ 1900cc 以下のガソリン車やディーゼル車は OK なのね。なんか日本の本気度が問われそうだわ。実に微妙な話なんだが、戦争が始まってからの方がロシアとの交易額が増えているっていうからな。天然ガスの輸入以外にも、ロシアからカニの輸入も増えているから、まさに本音と建前だぜ。日本も資源のない国だからね。中古車相場に海外の影響もあったなんて知らなかったわ。ロシア以外にも、石油資源高騰で一時期は潤っていたマレーシアに、中古のミニバンがバンバン売れていたんだがそれも不調になったようだな。あと一般的な中古車には関係ないが、アメリカの中古車市場も吹っ飛んだらしく、旧車のスポーツカー価格も下落しているぜ。1990年代のスポーツ車のことね。あのバブルも弾けちゃったんだ。やっぱり上がったものは必ず下がるのね。平家物語じゃないが、所用無常、なんだよな。ところで中古車市場のバブルが崩壊して、マリサの言っていた狙い目の高級車っぽい中古車って何があるのよ。まずおすすめしておくのは、高級車の定義云々なんて野暮な話は無視して、少なくとも日本では多くの人が高級車と認知しているトヨタのアルファードだぜ。まあアルファードも今じゃすっかりショーファードリブンカーの貫禄を持っているし、一部のやんちゃなドライバーを除けば。だけど、高級車と言えるわね。ちなみにおすすめするのは何代目アルファードなわけ？アルファードといえば2023年6月、ついにフルモデルチェンジをして4代目モデルになったわけだが、当然4代目じゃないことはわかるよな。そんなの当たり前じゃないのよ。新型アルファードなんて納車待ちの人で溢れているんだから。じゃあ3代目アルファードの中古車なんでしょ。その通り、2015年1月から2023年6月まで販売されていて、現在のアルファードの地位を不動の立場とした3代目アルファードだぜ。何せトヨタが、ミニバンとしてではなく、一つの高級車として磨き上げた、なんて公表していたくらいだからな。よく30系アルファードって呼ばれるやつだよね。結構最近までリセールがいいから中古車価格も高止まりしていたイメージだけど、少しはまともな価格になったわけ。このアルファードなんだが、グレードがたくさんあって新車価格もピンからキリだから、しっかり新車価格を把握しておかないと、悪徳販売業者に騙されるからな。本当にグレードが多くてわかりづらいわ。まずパワートレインが3つあって、ガソリンエンジンが 2.5 リッター直4と 3.5 リッター V6 で、それに加えて 2.5 リットルエンジンハイブリッドということになるぜ。グレードは30系後期型だけでも15種類以上あって、最上位グレードは、エグゼキューティブラウンジ S、だな。そのグレードがショーファードリブンモデルになるんでしょ。ちなみにお値段はどれくらいだったの？エグゼキューティブラウンジ S は 3.5 リッター V6 エンジンモデルで、車両本体価格は 761.9 万円もしたんだが、4代目モデルと比べると安く感じてしまうよな。ただ3代目アルファードで一番の売れ筋グレードは、2.5 リッターガソリンモデルの SC パッケージで、新車価格は 468.2 万円だな。どうしてそのグレードの人気が高いのかしら？そりゃあ、コスパの高さで人気なんだろうな。エグゼキューティブラウンジより相当安い代わりに2列目の快適さは劣るかもしれないが、ドライバーだったらそんなものどうでもいいからな。電動装備も多いし、オーナーの満足度は高いはずだぜ。ちなみに一番安いグレードはいくらくらいで買えたわけ？X の FF モデルで、価格は359.7万円だぜ。
ホイールが16インチでしょぼく見えるなど、いかにも廉価版って感じだが、見えっ張りはホイールなんて交換しているだろうし、パッと見じゃわからないよな。ところで30系アルファードの中古車相場って、どんな感じに落ち着いてきたわけ？ちょっと前までなら、中古車なのにこの値段って驚いていたけどね。一時期は5年落ちでも価格が落ちなかったアルファードだが、2023年に入ってからはぐっと価格が安くなったんだぜ。個別に見ていけば違いがあるだろうが、だいたい100万円くらい安くなったと言われているぜ。100万円ってかなりの下げ幅じゃないの？それってフルモデルチェンジの影響もあるのかしら？影響はあるだろうが、正直な感想では異常だったアルファードの中古車相場が普通になってきたってことだと思うぜ。100万円下がっても他のモデルと比べたら、はるかにリセールバリューは優れているからな。それじゃまだまだお買い得と言えないじゃないのよ。中古で買っても、その先にリセールが見込めるなら悪くない選択肢だと思うけどな。ちなみに後期型の SC パッケージで2018年式のものだと、380万円くらいから578万円くらいと幅があるが、高い型のモデルはモデリスタの純正エアロなどフル装備の個体だぜ。それまでが異常に高かったんだろうけど、中古車とはいえアルファードは庶民には高値の花なのね。ただ現時点ではそうかもしれないが、新型アルファードの納車状況次第ではもう一段階価格が落ちると思うから、今すぐ飛びつくのは得策じゃないかもな。どうやら、その通りのようだわ。どうやら、その通りのようだわ。お得、なんて聞いて胸が躍ったことを後悔しているもの。アルファードの中古車価格は分かったけど、他にもバブル後価格でいい中古車はないの。次におすすめするのは、これまた大人気モデルトヨタのハリアーだぜ。なんか思いのほか期待外れだった、アルファードの中古車価格の二の舞を踏む予感がするけど、確かに大人気モデルだということは認めるわ。一時期まではブーム扱いだった SUV だったが、今となっては完全に車選びの有力な選択肢に昇華したわけで、ハリアーが SUV 普及に果たした役割は非常に大きかったぜ。ハリアー以前の SUV って、もっとクロスカントリー車みたいなモデルばっかりだったよね。まあ SUV って車種の定義が難解なわけだが、それを話し出すと時間がかかるからイメージだけで進めていくな。確かにハリアー以前の SUV は、どちらかというとクロスカントリー車よりのモデルが多かったのは事実だぜ。そこに登場したのがハリアーってわけだよね。まあ世界的な影響という点では、ハリアーというよりはレクサス RX になるんだが、高級サルーンの乗り心地と快適性を兼ね備えたクロスオーバー SUV、という着眼点が良かったわけだな。今となってはハリアー的なクロスオーバー SUV が当たり前になったから、そんなモデルがなかったことが不思議だけどね。それまでの高級サルーンといえば、セダンとかクーペが当たり前だったからな。ハリアーの試みも、当時としては試験的なものだったと思うぜ。結果的には北米市場で大成功を収めて、世界中の一流自動車メーカーが真似するようになったわけだな。今はハリアーとレクサス RX って別モデルになったんだよね。その通りだな。2代目モデルまでは同じ道を歩んだんだが、3代目モデルからはレクサス RX の方がワンランク上のモデルにステップアップして、社格的にはハリアーの方が下になったぜ。なんかハリアーの方が先にデビューしたのに、後輩のレクサス RX が出世しちゃうなんて切ない話だわ。ところでハリアーの中古車でおすすめするのは仙台モデルなの。そう思うだろ。ところが現行型ハリアーの中古車価格がだいぶ落ち着いてきたようなので、あえて新型ハリアーをおすすめするぜ。新型ハリアーも納期が長くて、一時はオーダーストップがかかっていたけど、ハリアーバブルが終わったってことなのかしら。未だに納期は長い方だと思うが、それでもトヨタの生産がだいぶ回復していることが、納車されたハリアーの数を見ればわかるな。2022年なんて1年間で3万4182台だったのが、2023年の1月から6月の半年間で4万3997台と去年を上回っているぜ。そこまで回復したら、少なくても転売なんかできなくなりそうだよね。そういえば現行型ハリアーって、新車だといくらくらいするのかしら。マイナーチェンジ後の価格で言えば、最廉価版の S ガソリンエンジンモデルで 312.8 万円、最上位グレード Z レザーパッケージハイブリッドモデルが 492.8 万円となっているな。その中で売れ筋の人気グレードは何になるの？ガソリンエンジンのモデルだと上から2番目の Z で新車価格は 403.8 万円になるぜ。ハイブリッドモデルだとさっきの Z レザーパッケージが一番人気だな。まあ人気があるからこれらのグレードがオーダーストップになっていたんだぜ。なるほどね。それでこなれてきたとかいう中古車価格はどうなっているの？見てみると、2023年式のガソリンモデル、Z の未使用車で403万円とかになっていて、昨年見られたような上乗せ価格はなくなったようだぜ。2022年式で走行距離1000キロの個体で382万円ってのもあるから、かなりお手頃感があるだろ。新車価格より高いとかないだけ好感が持てるけど、人気があるだけに決して安いわけじゃないのね。ただ2022年式のそれなら、確かにお得な感じがするわ。そうだろ。かなり程度が良くて新車価格より安いようなら、新型ハリアーを中古で買うのは良い選択肢だと思うぜ。新型ハリアーの中古車価格が落ち着いたのなら、仙台モデルはぐっと安くなったのかしら。
4代目のフルモデルチェンジから下落傾向にあったが、最近はさらに下がっているようだな。あえて実用目的と割り切って3代目ハリアーを選ぶのもありだぜ。さすがトヨタ車と言うべきなのか、やっぱりリセールがいいのね。だから安心して買えるわけだし、それが好循環を生むのことがわかるわ。トヨタ車はリセールに対する安心感が強みだよな。それに対して次に紹介するマツダの CX-5 は、マツダ地獄とも呼ばれたマツダ車のリセールの弱さを克服したと言われるモデルだぜ。言われてみればロードスターとかは別物として、CX-5 デビュー以降のマツダは少しイメージが変わったよね。それまでのマツダは、ロードスターや RX-7 みたいなスポーツカーに強みがあったが、それ以外は、大幅値引き前提で売っています、みたいな商売だったからな。値引きしてくれるのは嬉しいけど、結局その分リセールが悪いという悪循環に陥っていたわけでしょ。その状況を打破するために取り組んだのが、スカイアクティブテクノロジー、や、鼓動デザインの採用で、その本気を出した第一弾が2012年にデビューした CX-5 だったわけだぜ。それでマツダ地獄は解消できたのかしら。以前と比べればジェットコースターのように残価が減っていくことはなくなったぜ。例えば CX-5 で5年後の平均残価率を確認すると、40% 以上にはなるようだから、昔からは想像をできない進化だよな。アルファードなんかは5年経っても 70% にはなるんでしょ。それと比べたらダメじゃないのよ。それは比べる相手が悪いぜ。それはそうと、今回おすすめする現行型の2代目 CX-5 が新車でいくらするのか確認しておくな。現行型の CX-5 っていつデビューしたモデルだったかしら。2代目 CX-5 は、2017年2月にデビューしているから6年半が経過しているな。噂では2025年にもフルモデルチェンジされるらしいが、マツダ車の特徴は年次改良が重ねられて、末期モデルになるほど熟成されていることだぜ。微妙なタイミングに入りつつあるのね。それで新車価格はどうなの？サイレンカ版の 20S で276万円からチョイスできるが、おすすめなのは中古車市場で引き合いの多い 25S で、車両本体価格が 328.9 万円になっているぜ。マツダといえば日本メーカーでは珍しくなった乗用ディーゼルがあったよね。CX-5 でディーゼルモデルとなると、XD スマートエディションの 308.5 万円から、XD エクスクルーシブモード 4WD の417万円まで、結構幅があるな。それでおすすめの 25S だと中古車相場はどうなっているのかな。見てみると300台くらいヒットするが、例えば2021年式 25S、4WD モデルで支払い総額が237万円になっているな。走行距離は 2.3 万キロだから、結構良い感じの中古車だと思うぜ。正真正銘の、普通の中古車、って感じだね。新古車レベルの CX-5 は見つからないのかしら。ズバリ2023年式で未登録の新車もあって、グレードは 358.1 万円する 25S スポーツアピアランス、だが、なんと7万円引きの 351.1 万円で買えるぜ。7万円引きって少なくない？一体どんな事情で中古車市場へ新車を出しているのかわからないけど、そこからの値引きもあるだろうから、心配するなよ。それと安い方から見ていけば、2018年式で 2.4 万キロしか走っていない個体が172万円程度で買えるから、新車で軽自動車を買うより大きな顔できそうだぜ。なんか微妙な選択というか考え方だよね。新車で小さい車を買って満足するのか、中古で大きい車を買って見栄を張るのか、どちらが良いのか永遠のテーマだわ。でも CX-5 はしっかり作り込まれている SUV だし、たとえ中古車だとしても全くもう満体だと思うぜ。何せ今回のテーマは、中古車バブル崩壊の今だからこそ狙い目の高級車っぽい、つまり大きな車の話だからな。大きい車となるとやっぱりミドルサイズ以上の SUV が多くなりそうだね。そういうことになりそうだな。っていうか次も SUV なんだが、スバルのフォレスターを押そうと思っているんだぜ。勝手なイメージかもしれないけど、フォレスターって日本の自動車メーカーが販売している SUV の中でも地味な感じがするわ。これって気のせいなのかしら。それはフォレスターというより、スバルという自動車メーカーが地味なイメージが強いからかもしれないな。これはスバルが主戦場としているのが北米市場で、日本での存在感が薄いせいだと思うぜ。そんなに北米市場に入れ込んでいるの？トヨタをはじめとする多くの日本メーカーが、北米市場での販売割合が3割程度なのに対して、スバルは7割前後という高い割合だから極端な経営なのかもしれないぜ。スバルっていつからそんなメーカーになったのかしら。一昔前ならレガシーツーリングワゴンとか、なんとかブルーのインプレッサ WRC とか、それなりの存在感があったのにね。いやいや、レガシーツーリングワゴンなら一昔前どころじゃないだろ。それに大昔のスバルは、どちらかといえば軽自動車メーカーだったからな。それが軽自動車をやめて、北米市場に目を向けたのは2010年代と、割と最近になってからのことだぜ。確かに最近のことなのね。それだけ北米市場に偏重していると、新車開発もそっちに目が行くよね。その通りで、フォレスターなんかは、アメリカで売れるコンパクト SUV、なんて目的で開発された SUV だぜ。まあ元をたどっていけば完全な日本車なんだけどな。フォレスターの歴史は1997年から始まるから、日本の SUV の中では古い方なんだと思うぜ。
そんな前からあったの。最初のフォレスターってどんなモデルだったかしら。1997年2月に登場した初代フォレスターは、RV がスポーツの走りを手に入れた、なんてキャッチコピーでデビューして、SUV というよりは背の高いステーションワゴンって感じの車だったぜ。RV なんて懐かしい響きだよね。そこからだんだん SUV へ変化していったんでしょ。2代目はまだステーションワゴンだったが、3代目から目に見えて変化し始め、4代目で完全に SUV スタイルになっているな。それで現行モデルは2018年デビューの5代目フォレスターなんだが、流行に乗り遅れるなっていう意思を感じるぜ。3代目フォレスターまで漂っていた芋臭さはなくなったわね。現行型のフォレスターは、どんなグレードがあって、価格とかはどうなっているの？フォレスターのグレードは非常にシンプルで、2.0L 水平対向エンジンにモーターを組み合わせたキーボクサー搭載グレードの、アドバンス、と、1.8L 水平対向ターボエンジンを搭載した、スポーツ、XT エディション、の3種類だな。シンプルでいいじゃないの。アルファードのグレードなんて全然頭の中に入ってこなかったわ。それで新車価格はおいくらなの？アドバンスが 339.9 万円で、あとの2つが 346.5 万円と、価格も至ってシンプルだな。そうだね。見た目もまずまずだし、あまり人と被らない点もポイントが高いわ。それでフォレスターの中古車価格はどれくらいなの？そうだな、まずは新車レベルの新古車から見ていくが、2023年式の XT エディションで走行距離がたった1000キロの個体が、支払い総額でも 357.3 万円だからお買い得の1台だぜ。新車で買うよりオプションもついている分良いかもね。さっきの CX-5 みたいに2年落ちくらいで2万キロ台の走行距離のもので比較してみたいわ。2021年式で走行距離が 2.9 万キロのアドバンスで支払い総額が344万円の個体があるし、走行距離が 2.1 万キロのスポーツで支払い総額が293万円だから、CX-5 より割り交換がありそうだな。しかもスポーツの方は修理歴ありになっているぜ。修理歴ありなのに強気の価格設定をしてくれるじゃないの。それでもやばい中古車やだと修理歴なしなんて嘘ついて、それなりの金額を奢ってくるから、正直なだけマシかもしれないぜ。まあ、本来は正直じゃなきゃまずいことなんだけどな。当たり前じゃないのよ。でもフォレスターの方が少しお得感が薄いみたいだし、いまいち心が惹かれないわ。一応は候補に入れるとして、次のおすすめを聞きたいところね。またまた SUV が続いてしまうが、次のおすすめは日産のエクストレイルだぜ。なんかライバル関係にある車が並んでいて、少し触笑気味になってしまうな。それだけ SUV が売れているってことだよね。それはいいとして、私のイメージだと最初の頃の四角いエクストレイルが好みだったんだけど、さすがに中古車でおすすめっていうのには古すぎだよね。霊夢が好きな四角いエクストレイルは初代と2代目モデルだが、2013年までに販売を終了しているから10年落ちモデルはさすがに進められないぜ。ですよね。なんでこんなに変化してきたのかわからないけど、そこら辺はどうなっているのかしら。2000年11月に初代が発売されたエクストレイルは、最初の開発コンセプトが、タフギア、だったから、かなりオフローダーをイメージした SUV だったよな。そうだよね。CM なんかもオフロードを意識したような感じだったから、どちらかといえば武骨な 4WD をイメージしていたわ。イメージはそうだったんだが、車自体は乗用車ベースのモノコックボディだったから、ランクルとかジムニーみたいなラダーフレームの本格派とは違うぜ。まあ日産にもかつてはサファリという本格派クロスカントリー車があったんだが、2007年をもって生産を終了しているぜ。そうだったのね。エクストレイルはオフローダーっぽい雰囲気を醸し出していたオンロード SUV だったんだ。別にラダーフレームじゃないからオフロードを走れないわけじゃないが、同じプラットフォームでオフロード寄りのエクストレイルと、街乗り寄りのデュアリスト、両方作っていたんだぜ。2代目エクストレイルまではキープコンセプトでいい感じに見えるけど、3代目で随分と路線変更したのね。2代目エクストレイルまでは、タフなエクストレイルに対して街乗り向きのデュアリスという住み分けがあったが、3代目エクストレイルへフルモデルチェンジするタイミングで、この両者が合体することになったからこうなったんだぜ。それでずんぐりむっくりしたデザインになったんだ。やっぱり有効はオンロード SUV ってことなのね。ただ3代目エクストレイルを見ていると、どうしても中途半端に見えちゃうんだけどどうしてかしら。そんな意見は3代目モデルが登場した時に多く聞かれたが、話によると初代や2代目のエクストレイルから乗り継いでいる人が多いというし、見た目よりはタフネスさを受け継いだモデルらしいぜ。ロングセラー商品だし、受け入れられているのは確かなようね。このモデルの新車価格っていくらくらいだったかしら。かなり幅があったが、最終生産モデルだとサイレンカ版の 20SV セレクションが 248.3 万円で、一番高い、オーテックアイパッケージハイブリッドは 412.5 万円だったな。その中で売れ筋グレードだったのが、20XI、だったが、これも種類が多いからわかりづらいぜ。カタログを見ると多すぎてわかりづらいわ。しかもこの車体なのに、それほどパワフルなエンジンじゃないあたりが微妙だよね。エクストレイルは、見た目ほど車体は重くないが、確かにエンジンスペックは物足りなさを感じるよな。ところで3代目エクストレイルの中古車相場はどうなっているの？
例えば高い方の、オーテック、なんかでも、2022年式で走行距離 1.3 万キロの有料中古車が支払い総額340万円ほどだから割安感があるぜ。ぐっと値段が落ちているのね。売れ筋グレードとか言っていた、20XI、あたりはどうなのよ。3代目エクストレイルの中古車なら、マイナーチェンジ後のモデルが狙い目なんだが、2018年式あたりのものなら、走行距離が多くなくても250万円を切っている個体がちらほら目につくぜ。もう少しお得感が欲しいところだけど、今すぐ飛びついても大丈夫なのかしら。今の傾向で言うと、3代目エクストレイルの中古車価格はまだ下がるだろうから、もう少し様子を見た方が良いかもな。特に競合する CX-5 やフォレスターよりデビューが古いことが影響しているんだろう。どれを選ぶか悩ましいライバル関係だわ。このランクあたりが SUV でも激戦区なんだろうし、これから中古車自体の数も増えるでしょうね。そこは計算に入れておいた方がいいよな。そういった意味じゃ、最初におすすめしたアルファードなんかもこれから中古車が激増する可能性があるぜ。とここでアルファードの名前が出たところで、かつてライバルだった高級ミニバンをおすすめしようか。かつてのライバルって、エルグランドのことかしら。後出しされて負けてしまった典型的なお手本だよね。数々の日本メーカーがトヨタにしてやられたパターンだよな。エルグランドとアルファードの攻防の歴史を見ると、トヨタのマーケティング力の凄さと容赦なく相手を叩き潰すえげつなさがよくわかるぜ。ミニバンで言ったらボクシー&ノアに叩き潰されたステップワゴンなんかも同じだよね。ステップワゴンの場合は、ボクシー&ノアだけじゃなく日産セレナも参戦しているから、多少事情は違うと思うが、エルグランドとアルファードは完全に一騎打ちで切り負けた例だぜ。本当にその通りだわ。1997年にデビューした初代エルグランドは、前年にデビューしていたホンダのステップワゴンとともに、今に続くミニバンの流れを作ったと言っても過言ではない画期的なモデルだったぜ。エルグランドがなかったら、もしかして未だにショーファードリブンカーってセダンだったのかしら。そんな可能性があるくらい大きな影響を与えたよな。ミニバンといえば商用車の仲間的な扱いだったところに、専用設計のボディ、そして存在感のあるエクステリアに豪華な内装、素晴らしい走りなど、車の新しい可能性を切り開いたのがエルグランドだぜ。初代エルグランドって、めちゃ売れていたよね。高級車なのに多い時には月1万5000台以上売れていたから驚きだよな。それで1999年になってトヨタもグランドハイエースなんてミニバンを投入したんだが、端にも棒にもかからぬ存在だったぜ。ネーミングの、グランド、ってあたりが、エルグランドを意識していたことが丸わかりだけど、恥ずかしいと思わなかったのかしら。すでにエルグランドを研究してアルファードの開発を進めていたわけだし、その恥ずかしさを糧にしていたかもな。それと当時の日産は経営再建中の苦しい時代だったことも災いして、ライバル登場なんて考慮する余裕はなかったと思うぜ。確かに代名エルグランドと初代アルファードって、同じような時期にデビューしていたよね。2002年5月21日に2代名エルグランドが発売されたんだが、なんとその翌日にアルファードの発表会を行うという、トヨタからのあからさまな宣戦布告だったぜ。しかも CM に起用したじゃん、レノまで招待するという念の入れようだったからな。トヨタって怖いのね。そこで逆転を許してしまって、以後はアルファードの独走ってわけでしょ。FR レイアウトのままだったエルグランドに対して、FF レイアウトで広大な室内を確保し、なおかつ内装も豪華だったから一瞬で抜き去られたよな。エルグランドも2010年に登場した3代目モデルで FF 化したわけだが、アルファードの背中を見ることはなかったぜ。ところで3代目エルグランドって、随分と長く販売し続けているけど、もうアルファードへの挑戦は諦めたのかしら。噂では2024年にも4代目エルグランドが登場して、最後になるかもしれない戦いを挑むらしいぞ。現行型のエルグランドって、価格的にはやっぱりアルファードのライバル的な感じなの。値引き云々は置いといて、サイレンカ版の250ハイウェイスター S でも403万円するし、最上位の VIP パワーシートパッケージだと838万円もするから、ライバルらしい価格設定だぜ。それでも割安感があるなら豪華だろうし、あまり人とも被らないメリットもあって、十分検討する価値がありそうじゃない。そうだな。アルファードはあまりにも売れすぎて、コンパクトカー並みに見かける頻度が高いからな。希少価値という面ではエルグランドは面白いかもしれないぜ。エルグランドの中古車価格ってどんな感じになっているのかしら。例えば2019年式で 1.2 万キロ走った VIP パワーシートパッケージが、支払い総額で532万円だからお買い得じゃないかと思うぜ。安くなっているのね。とは言っても500万円超えだとなかなか手が出ないし、そのグレードってショーファーカーなんでしょ。もっとお値打ち品はないのかな。例えば 3.5 リッターの V6 エンジンを搭載した、2015年式の 5.8 万キロ走った個体で228万円で買えるし十分お得だろ。さっきのエクストレイルの中古車よりも良いかもね。こんなに安いのは、ある意味アルファードに惨敗しているからだろうし、不思議な感覚にとらわれるわ。中古車価格の基本は、どれだけ欲しがる人がいるかで決まるからな。ただそのおかげでエルグランドのようにコスパのいい中古車が見つかるわけだぜ。ここまでのおすすめは、ミニバンや SUV ばかりだったが、次に紹介するのは一服の清涼剤になるかもしれないな。
それじゃ、ミニバンでも SUV でもない車種をおすすめしてくれるのね。うむ。次におすすめする中古車は、エルグランドと同じ日産のフェアレディ Z だぜ。随分と違ったカテゴリーに飛んだわね。私の中のフェアレディ Z は、バブル期に一世を風靡した Z32 で止まっているわ。1998年デビューの4代目フェアレディ Z だな。確かにバブル期という背景もあったが、印象深いモデルだったぜ。ところでフェアレディ Z だが、日本のスポーツカーとしては一番由緒あるネーミングだって知っていたか。そう言われてみれば古いネーミングだよね。そもそも今も作られているスポーツカー自体が少なくなってきているから、生き残ったネーミングが正義なんでしょ。結果的にはそうだよな。今も製造されているスポーツカーといえば、フェアレディ Z 以外ではトヨタのスープラや86、マツダのロードスターくらいなもので、たった30年前にあれだけあったライバルは消えてしまったぜ。スバルにも BRZ があるけど、86の兄弟車だからあえて省いたわけ。そうだったな。むしろスバルが製造しているから、こっちの方を言うべきだったぜ。ところでフェアレディ Z がデビューしたのは1969年のことで、北米市場で戦うためのイメージリーダーとして開発された話は有名だよな。確か4気筒エンジンだとアメリカ市場じゃ見向きもされないから、直列6気筒エンジンありきの開発だったんだよね。多気筒で大排気量が正義っていうのは、今となっては古き良き時代のアメリカだよな。その当時なら6気筒エンジンでギリセーフってとこだろ。この初代フェアレディ Z が大成功して今に続くわけだが、3代目モデルまではロングノーズ、ショートデッキの基本スタイルが守られていたぜ。それって直列エンジンが長くなるからそうなるんだよね。古い時代の直列6気筒エンジンは、そこが一つの問題点だったし、クラッシャブルゾーンを確保するのは厳しいということもネックだったな。それで自動車メーカーの多くが直列エンジンから手を引いていったのね。霊夢お気に入りの4代目フェアレディ Z は、日産が直列エンジンから手を引く前だったが、V6 エンジンへ変更してあのワイドローのスタイリングを実現したんだぜ。その4代目以降はどうなっていたの？4代目フェアレディ Z はバブル崩壊後も生産が続けられたが、排ガス規制に対応できなくなって2000年で生産を終了し、一旦フェアレディ Z は世の中から消えたんだ。へぇ、ブランクがあったのね。それがなんで復活できたの？それが日産再建を進めていた例のカルロス・ゴーン社長がぶち上げた、日産リバイバルプラン、の象徴として復活させたんだぜ。ちなみにカルロス・ゴーンの愛車は4代目 Z だったらしいぞ。なんか話ができすぎのような気がするけど、そこから現在まで至るのね。5代目フェアレディ Z が2002年から2008年まで生産され、2008年にはフルモデルチェンジで6代目 Z34 型がデビューしているな。そして2022年8月に7代目 RZ34 型が発売になったんだが、納車開始前に早くもオーダーストップという状態になっていたぜ。それだけ人気があるなら、旧型だとしても値段は下がらなさそうだよね。ちなみに先代の6代目モデルは新車価格がいくらだったの？6代目フェアレディ Z は2019年7月の最終型だが、サイレン化のベースグレードで405万円、最上位グレードのニスモで651万円だな。思っていたよりは高くないのね。問題は中古車がいくらくらいかによるけど、現状はどうなのかしら。例えば新車で448万円した2011年式、バージョン ST が、走行距離は 5.3 万キロだが支払い総額で 248.7 万円だからお手頃じゃないか。2011年式だったらまだ旧車とは言えないかもしれないけど、変なプレミア価格はついていないのね。一時は25年落ちの日本製スポーツカーがアメリカにバンバン輸出されて旧車バブルが発生していたが、最初に言ったようにアメリカでも中古車市場がダメになったようで、日本の中古スポーツカー価格も下落気味なんだぜ。それで何の変哲もない中古車価格になったのね。ただフェアレディ Z の中古車でも、オートマなら安いがマニュアル車だと高値で安定しているから、狙い目はオートマだな。フェアレディ Z はどちらかいというと GT カー的な性格が強いから、オートマでも全然問題はないだろ。つまり長い直線をぶっ飛ばす車ってことね。中古車の数はそんなに多くないけど、フェアレディ Z だったら、お。って思われそうだわ。次におすすめするのは、ちょっとしたブランド力で、お。なんて思われそうな、レクサスの IS だぜ。レクサス IS って、一応はスポーツセダンなんだっけ？そんなところだな。っていうか初代レクサス IS の中身はまんまトヨタ、アルテッツァで、そのアルテッツァが色々と迷走した結果、BMW の3シリーズやベンツ C クラスへ対抗するためのモデルになったからな。アルテッツァって、一部ではトヨタの名車扱いされているけど、それって開発で迷走しちゃったからなのかな。最初は、コンパクトでプレミア感のある FR セダン、というコンセプトだったのに、途中からスポーツセダンとしての要素もぶち込まれたからな。その中途半端さが日本市場で低迷した理由だぜ。だけど IS としては続いているってことは、レクサスブランドでは成功だったんでしょ。北米市場ではレクサスのエントリーモデルとして人気となったな。それと変わっているのは欧州市場で、当時はこのサイズ感のセダンがドイツ車しかなかったから、反ドイツ主義っていうか、欧州のドイツ車嫌いから一定の評価を受けたのさ。なんか複雑な事情が絡んでいるのね。
2005年にはフルモデルチェンジされて2代目になり、ちょうど日本でもレクサスブランドが展開され始めたから、1代限りで消えてしまったアルテッツァに代わって生き残ったんだよな。でも車格も上がったんだろうし、後継者ではないよね。まあ初代モデルから一回り大きくなっているし、ターゲット層も変化しているからアルテッツァはなかったことにされているぜ。この2代目モデルから、6気筒エンジンは直列型から V 型へ変わったこともポイントだな。今販売しているモデルは何代目に当たるわけ？現行型のレクサス IS は、2013年5月にデビューした3代目モデルで、すでに10年以上経っているんだな。随分と放置されているのね。ってことは日本じゃセダンは人気がないし、このまま廃盤ってことになるのかしら。それが2025年から2026年にかけて新型レクサス IS が登場して、その次期型は BEV、つまり完全な電気自動車になるって情報だぜ。そういえばレクサスブランドって、2035年までに完全 EV ブランド化するって発表していたよね。それで新型レクサス IS も BEV になるんだ。だったらガソリン車の IS を買うなら今のうちだね。その通りなのさ。ちなみに現行型レクサス IS はいろんなパワートレインがあって、2リッター直4の IS300 の481万円や、3.5 リッター V6 エンジンで651万円する IS350F スポーツ、そして 5.0 リッター V8 エンジンを搭載する最上位グレードの IS500F スポーツパフォーマンスは850万円というゴージャスな新車価格だぜ。さすがにレクサスだけあって、元アルテッツァとは思えない価格なのね。でも 5.0 リッターエンジンなんて、日本の普通自動車じゃあまり見ない排気量だわ。最初は北米市場に投入された特別モデルだからな。日本では明らかなオーバースペックだが、相当官能的なドライブフィールらしいぜ。そこで問題になるのが中古車価格よね。ちなみにその 5.0 リッターエンジンの中古車なんてあるのかしら。12台ヒットするが、1台を除いて全て900万円超えのプライスだな。なぜ1台だけ安いかといえば、それが修理歴ありだからで、ちょっと最上位モデルには手を出せそうもないぜ。本当にそうだね。それじゃ、一般的なレクサス IS だとどうなのかな。一度目のマイナーチェンジを行った後の2017年式や2018年式で、支払い総額が280万円くらいから330万円くらいがボリュームゾーンだな。程度の良さそうな個体が多いし、まあ悪くない買い物じゃないか。だけどスポーツセダンだけに、前のオーナーによっては荒い運転をしていないか心配だわ。それだったら狙い目は F スポーツとかじゃなく、バージョン L あたりが良いと思うぜ。だけど急にセダンっていうのも、どうなのかしら。ある意味セダンも人とかぶりにくいから、ありって言えばありだよね。そう考えれば、セダンっていうのは一周回って新鮮かもしれないよな。そこでもう一台セダンをおすすめするが、これはレクサス IS よりも人と被る可能性が低いと思うぜ。もっと被らないってことは、よっぽど不人気車種なんじゃないの？バレちゃしょうがないな。不人気は確かだが、さらにすごくて2022年8月をもって18年の歴史に幕を下ろすとともに、日産の高級セダン最後のモデルとなったフーガだぜ。あれ？フーガって生産をやめていたのね。確かに地味な印象しかなかったけど、一応は日産の高級セダンだったわけだし寂しいものだわ。同感だな。何せ2004年にデビューした初代フーガは、あの名門セドリック&グロリアの後継者だったわけで、世の中のニーズが変化したとはいえなんとかできなかったのかと考えてしまうぜ。あのトヨタですらクラウンをセダンとして存続できなかったわけだし、日産がそれをできるわけもないでしょ。それは仕方ないにせよ、なんで伝統あるセドリック&グロリアの名前を捨てちゃったのかしら。フーガが登場した時の日産マーケティング部のコメントだと、今までのイメージを変え、新たな顧客層を開拓したいという考えからです、なんて言っていたぜ。それってどういうこと？その続きを聞くと、セドリック&グロリアのユーザー層は40代から50代でしたが、フーガでは30代後半から40代としています、と、ちょっと土地狂ったコメントだったな。甘すぎるっていうか、そんなのクラウンでもイメチェンしようとして失敗していたじゃないの。そんなことだから日産高級セダンの幕を下ろす羽目になったはずだわ。そりゃそうだな。それでも初代登場から5年後には早くもフルモデルチェンジをして、テコ入れをしているあたりは、まだなんとかしようとしたんだろ。ただ2代目フーガがデビューした2009年からマイナーチェンジや紹介料があったが、基本は放置プレイだったからどこかで諦めていたんだろうな。そもそもフーガなんて街で見かけることがほとんどないけど、一体どれくらい売れていたのよ。終売前年の2021年で580台しか売れていないから、霊夢が見かけないのも無理はないよな。ただ見た目の親父臭さとは違って、ドライブフィールは意外とスポーティーで、大排気量 V6 エンジン搭載の FR セダンと考えれば貴重なモデルだと言えるぜ。なるほど。そんな切り口でセールスするのね。ただマリサの言う通り、貴重な FR セダンだというのは本当だわ。ところでフーガの新車価格はどれくらいだったの？2代目フーガのパワートレインは2種類あって、2.5 リッターと 3.7 リッターの V6 エンジンだぜ。2.5 リッターモデルが 446.4 万円から 534.4 万円で、3.7 リッターモデルが 534.6 万円から 626.3 万円という価格になっていたな。確かに高級セダンの価格帯だったのね。それが中古車になると今はどれくらいで買えるのかしら。
3.7 リッターモデルを見ていくが、2021年式で走行距離が 2.4 万キロの 370GT が支払い総額 373.3 万円だし、かなりお買い得な価格だろ。年式と走行距離を考えたらお得な感じがするけど、か弱い女子が乗るにしてはおじさん臭くないかしら。まあそう言われちゃうと返す言葉はないよな。ただ落ち着いた雰囲気で、目立ちたくないというニーズにはぴったりだと思うぜ。とは言っても、フーガはあまりにも売れなかったから、2代目フーガの中古車自体が338台しか見当たらないとこが難点だな。それしか中古のフーガがなかったら早い者勝ちと言いたいところだけど、そんなこともなさそうなことも悲しいわね。なんか暗い話になってきたから、最後におすすめする中古車に行くぜ。そうだね、最後暗いパーッと元気に紹介してほしいわ。それでおすすめの中古車って何なのかしら。これも見た目が大柄で立派に見えるモデルなんだが、スバルのレガシーアウトバックだぜ。レガシーアウトバックって、名前にレガシーなんてついているのに実際は違う車種だって聞いたことがあるけど、実際のとことはどうなの？元をたどっていけばレガシーなんだが、初代モデルは北米市場の SUV ニーズを満たすために、レガシーをベースに開発されたクロスオーバーモデルなんだぜ。それを北米ではアウトバックとして販売し、日本ではレガシーグランドワゴンとして販売したのが始まりになるな。じゃあ最初はレガシーの派生車種ってことで間違いないのね。日本では1995年にデビューした初代モデルはそうなんだが、1998年にフルモデルチェンジされた時に専用設計となって、それ以降は別車種になったんだ。ところが日本では初代モデルも途中からレガシーランカスターなんて名前にしたから、わかりにくくなったのさ。そりゃわかりにくくなるけど、本家のレガシーって日本じゃ売らなくなったよね。本当にわかりづらいが、2014年から2020年まで販売していた6代目レガシーのセダンバージョンが B4 で、そのツーリングワゴンがレガシーアウトバックという名前で売っていたからな。もうややこしいからいいけど、今売っているレガシーアウトバックって何代目モデルになるのよ。日本で発売されたのが2021年の現行型は6代目モデルになるが、さすが北米市場一本足打法のスバルだけあって前年の2020年にアメリカやカナダでデビューしているぜ。本当に徹底しているのね。その6代目レガシーアウトバックは、どんなグレード構成で価格はどうなっているの？日本で販売されている6代目レガシーアウトバックは、海外で売っているモデルと違ってエンジン排気量が 1.8 リッターと小さいのが特徴なんだが、2グレードの価格は、X ブレイク EX が 414.7 万円、リミテッド EX、429万円と差は大きくないぜ。フォレスターもそうだったけど、スバルのグレード構成ってシンプルで好感が持てるわ。覚えやすいというメリットはわかるが、選択肢が少なすぎるとも言えるからな。できれば海外で販売している 2.4 リッターとか 2.5 リッターのエンジンもラインナップに加えてほしいぜ。そう言われちゃうと、日本市場がサブなんだって実感するわね。ところでおすすめするレガシーアウトバックは仙台モデルなんでしょ。それがあえて現行モデルをおすすめするんだが、レガシーアウトバックは6代目にモデルチェンジするタイミングで70万円くらい値段が上がっているから、5代目モデルにしちゃうと比較して舐められるだろ。だから現行型なんだぜ。そんな考え方もあるのね。なんかスバル車同士の小さい争いのような気もするけど、それで中古車はどんな感じなの？6代目レガシーアウトバックの中古車は51台と少ないが、後年式で走行距離も短い割にお買い得な個体があるんだな。例えば2022年式で6000キロしか走っていない、X ブレイク EX が、支払い総額400万円以下で買えるんだぜ。ほぼ新古車みたいなものだよね。うっかり聞き流すとこだったけど、スバルの車でも新車で400万円を超えるようになったなんて、やっぱり車って高くなったって実感するわ。普通に考えて中古車が高くなるのもわかるような気がするよな。そりゃ新車も中古車も値段が上がっているのに、収入が増えないものだから余計にそう思っちゃうよね。その通りだが、少なくとも消費者にとって好ましくない中古車バブルらしきものが吹き飛んだんだから、好ましい状況になったと思うぜ。だけどバブルが弾けたってことは、バンバン高値買い取りをしていた大手はかなりの含み損を抱えたんじゃないのかな。商品価値と釣り合わない価格だって見抜けないようじゃ、バブルで損をするのは自業自得だからな。もちろん転売をするような人たち自己責任で損をしているわけだし、1ミクロンも同情する余地はないぜ。そうだよね。ところで今回はおすすめの高級車風中古車ばかりだったけど、維持費を考えたら躊躇するようなモデルばっかりだったわ。もっと他の選択肢はなかったのかしら。まだまだあるが、今回紹介した中古車でも高い人気を維持したモデルでさえ値下がりしたって見方をすれば、他の中古車は言わずもがなってことだぜ。つまりバブルが弾けて、普通の買い物ができるようになったってことさ。なるほどねー。少しは中古車に手が出やすくなったわけだし、少し真剣に中古車探しにチャレンジしてみるわ。そんなきっかけになってくれれば、今回も解説した甲斐があったってものだぜ。じゃあ今回の解説はこれでおしまいにするな。中古車バブル崩壊について、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。
それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。